カンムリアマガメは、ハチュコウカメモクイシガメかアメリカヤマガメ属に分類されるカメ。コロンビア北東部、ベネズエラ北西部のマラカイボ湖周辺及び流入河川永明はマラカイボ湖周辺に生息することに由来する。最大校長25.7センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは校長18.7センチメートル。甲の色彩は黒や暗褐色で、 半紋が入らない。左右の交換板の間にはごく浅い切れ込みが入る。復興の色彩は黒や暗褐色で、外縁や、甲板の継ぎ目は、単行色や単行褐色。頭部はやや小型。粉単はやや突出し、上顎の先端は浅く凹む。交彩は暗褐色。頭部の色彩は黒や暗褐色で、頭頂部から目の後方にかけて、 馬テ状の黄色や黄褐色の反紋が入る。種照明ジアデマタは交差した帯のいで頭部の反紋に由来すると考えられ、和名も頭部の反紋に由来する。分担と目の間と分担からー顎にかけて筋模様が入る。下顎や喉の色彩は黄色で反紋が入らない。指跡の間には水かきが発達する。頸部や 獅子の色彩は暗灰色や暗褐色で、側頭部から頸部にかけて黄色い数本の筋模様が破線状に入る。獅子には黄色い斑点が入る。卵は、長径5.2から7.1センチメートル、短径3から3.4センチメートル。容体は、あばら甲板に放射状に、気褐色の反紋が入る個体もいるが、成長に伴い消失する。オスは、 肺高がやや扁平。幼体やメスは、肺高がややドーム状に盛り上がる。足ポチヤマガメの足とされていたが、分布が重複しないこと、色差や反問に差異があること、中間型の個体がいないこと、分子系統学的解析などから、独立種とする説が有力である。各 DNA とミトコンドリア DNA の、分子系統学的解析から属内では、足ポチぽち山亀、黒胸ガメ 花り山亀、原筋山亀、溝山亀と探検等群を形成すると推定されている。河川、地層、湿原、湾所、水路などの淡水域に生息する。寄水湖のマラカイボコには流入河川の川口域を除いて生息せず、流入河川の本流でも生息数が少ない。半水生だが上陸し、陸図体に水場を移動することもある。 食生は雑食で、植物の茎や葉、昆虫、巻貝などを食べた例がある。繁殖形態は卵生。中年繁殖する。木や草の根元、地面の割れ目に、1回に1から3個の卵を数回に分けて産む。産卵時には穴を掘らずに、卵を直接産む。生息地では、食用や薬用にされたり、民芸品の材料とされることもある。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。生息地では野生の亀の輸出が厳しく制限されているため、国際的にも流通量は少ない。ありがとうございます。